こんにちは、ドウンです。ということで、本日もよろしくお願いいたします。はい、ということでね、やっと、3日に入居して、今日で約1週間ぐらい経ったんですけど、ひたすら段ボールを潰す日とかあって、っていうのが、アマゾンでとりあえず必要そうなものをポチポチしてるんですけど、今までそれこそ2019年ぐらい、で2020年の1月27日から千日開放業でいろいろとアドレスホッパーで旅をしてたので、徹底的に物を減らしまくってきたんですよ。でその徹底的に減らしたところから家を作っていく、だから本当にお店作り、事務所作りと一緒で、全くゼロのスケルトン状態から始まってるんで、もうなんかこっちに置いた家具を向こうに置いてとか、とりあえずなんかちょこちょこレイアウトが毎日変わっておりますっていうところで、いやね、本当3日僕帰ってきたっていうか、旅の動画とかも撮ってるんで、出雲の神在祭行かせていただいて、その後三峯神社とか行かせていただいたんですけど、そこから帰ってきて、実際に3日から住み始めた時は、これ一つだったわけですよ、寝る時に。が、その寝袋一つで寝てて、で体痛えなと思って、でそこから次の日に、ホットカーペットちゃんが届き出し、昨日はね、ローソファーが届いたんで、あそこら辺にローソファーを置いてみて、でワークスペースがこんな感じになっております。はい、もうなんか完全に切り分けました、ここワークスペース。なんで、ちゃぶ台の中に仕事道具とか、あれちょっと作り途中なんですけど、あの中に道具入れたりとかしつつ、あとはね、こっちに、その前に、ちょっとなんかアマゾンのブラックフライデーで気になって買ってしまったソファーを置いて、ちょこちょこ座ったりとかしつつ、で、その後ろ側にパワーストーンがこういうふうにずらーっていっぱい並んでるんで、気になった時に、本当洗ってあげたりとか拭いてあげたりとかして、だから本当なんか一日中掃除してた時とかもあるからね。一日中掃除した日の次が一日中段ボール潰してたみたいな。だってもう、前の動画で撮ったかどうか分かんないんだけど、ここにゴミ袋ブワーってあって、そう、なんかもうね、ゴミに埋め尽くされるんじゃねえのかみたいな、うちやべえなと思ってたんですけど、でもひたすら段ボールを潰してゴミ袋に入れて出すっていう、もうアマゾンで買うからの一連の作業ですよね。で、こんな感じで朝起きて気になった時に、本当なんか気になったパワーストーンピッピッてピックアップして、で、塩水、これを調理用にしちゃってるんですけど、こっちじゃなくて、その、あるんですよね、その塩がいくつかストックしてまして、ストックとかもできんかったからね、だから本当なんか、新鮮なことばっかなんですよね、その家借りると。家借りるっていうか、家買ったんであれですけど、これ、沖縄で買ってきたこういうお塩、あと、前のつなぎの家の近くとかも、だからつなぎの家の近くの方が、なんかご飯のクオリティというか、そのは高い気がする。お惣菜っていうよりも肉とか、お魚とか、明太子とかも全然服飾さんの方がうまそうなんで、ちょっとうまかった気もするか、慣れたら自転車買って、自転車で買い出し行こうみたいな。肉とかも前のスーパー、ヤオコーさんだっけ、名前忘れちゃった。の方が全然肉もうまかったし、こっちの近くちょっと微妙なんだよ、そこら辺が。結構サニーに期待してたところはあるんだけど。っていうところで、プレイエリアパート2みたいな。本当だからもうなんか目の前のことをコツ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 一個ずつやっていかないと、終わらないんで、で、体力の限界に来て寝るっていう。あんな感じでね、フクロウがちらほらいるんで、フクロウを見ながら、癒されるわけですよ。ああ、俺頑張ってんな、みたいな。意外と頑張ってんじゃねえか、みたいな。で、最初なんて、本当神棚作るだけでもう、限界、みたいな。それこそ、仲いい整体の先生、作りってくれたからね。机も作る気力がねえっす、みたいな。プラスドライバーないっす、みたいな。結局、でも、DIY っていうのは、Do it yourself で行き着く先が、自動のこのドライバーを買うっていう。で、今日届く予定なんで、自動のドライバー来たらだいぶ物事が進むかなっていう。
無理しないっていうのも結構大事かもしれない。アドレスホッパーとかその旅し続けてる生活と一緒で、ずっと何かしらやり続けてるんで、だからもう本当家の中は動き続けて、本当なんか掃除したり、まあ、片付けしたりで、届いたものを段ボールから出して部屋に配置してあげたりとか、まあこっちがまだお見せできるのかな、微妙なごちゃつきゾーンです。ごちゃつきゾーン、もうだからね、全部をパーフェクトにやろうとすると大変なんで、だん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 やるみたいな。寝室もまあ寝室になってきたかな、すげえ寝心地よくて、なんだろう、今までいろんなベッドのホテル寝てきて、それこそ前とかもベッドこだわってましたけど、今回のが一番いい気がする。よく寝れる、体にいい気がするっていうので、値段の割にはめちゃめちゃ良かったな。今まで過去最高かもしれん。だからいろんな寝床で寝てきましたけど、もうやっとなんか快眠ができるって感じなんで、すごくいい、そう、すごくいい寝室になった気はします。こんな感じでございます。で、あと空気清浄機、その天然の空気清浄機って言われるあれを、観葉植物を置かせていただいたりとかしてね。で、あれがあまりにも良すぎて、もう一個注文したっていうのがあるかな。だから観葉植物と置物のフクロウがちらほら隠れてるんで、それに癒されながら日々生活をしているっていう。でもなんか今日もだから動画撮ってる間に、なんかそのピンポン来たら嫌だなと思って動画撮らんで待ってたんやけど、昨日が結構ねミステイクで、イヤホンしてると気づくの遅くて、3個ぐらい取り損ねたんだよね。そうみたいなのがあったりとかするんで、まあぼち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 、本当その日できることをその日コツ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 やってるっていう感じですかね、本当。ということで、今までの人生とあんま変わらないんですけど、本当着実に家作りをしながら、またね仕事の面の方もちょっとずつちょっとずつ進めているっていう感じでございます。ということで、まあ、なんか私めのアドレスホッパー同運、家を買ってみたら1週間後こんな感じっていうレビューで撮らせていただきました。買って便利だったものとかはね、まあでもノースのグローブがでも本当に便利すぎて、最初に行って段ボールピッて切っちゃったんだけど、そうだからもうなんかそんな切って気づいて、あ、段ボールゴリゴリに破けるし長楽みたいな軍手みたいにもうバリ使ってんのと、あと白いパーカー着るとちょっと汚れが怖くて飛ぶんで、昨日も汚したって速攻で洗ったんだけど、なのでなんだろうに関しては、なんかエプロン買おうみたいな、エプロンがつけてればとりあえず料理しようが、そうなんかでも料理して食べて作業してで段ボール片付けてみたいな、でなんか朝起きたらみたいな、またそれで疲れ果てて寝るみたいな、で寝て起きて、起きたらまたなんかその歯磨きとかしながら気になるところをチェックして掃除ふきふきしたりとかしつつ、で歯磨きを終わらせて、であとはまあそのいつも飲んでるサプリとか飲みつつ、まあ今日はねちょっと歯磨きした後に、昨日歯医者さんでマウスピースのホワイトニングを買ってきたんで、それをまあやってみたんですけど、昨日一回はめた時ちょっと失敗して、下の歯並びちょっとぐらついてるというか、下の歯並びがちょろっとよろしくないところにかぶってて、かみってやっちゃって、で今日はそれをちゃんときっちりやったら結構ちゃんといけたんで、あ、とりあえず10回分でまあ2万円だけど、どこまで白くなるのかなっていうチェックを、はい、したくて、はい、動画撮っております。ということで、まあ本当ね、なんだろう、いろいろと今までやってこなかったこと、例えばハーゲンダッツのアイスを5個ぐらい買ってみたりとかして、いや、なんでなんだろうって思って、あ、そうだ、俺冷凍庫あるからアイス食えるじゃんみたいな。今までだったらホテルについてる冷凍庫なんで、なんて言うんだろう、アイスを買って食べ残したらもう終わるっていう状態じゃないですか。そういう状態できたんで、あ、だからなんか気になったのちょこちょこ買って冷蔵庫入れといて賞味期限チェックしながら食えるっていうのは、今までの生活との大いなる違いかもしれない。あんまり買いすぎると、今までだともうそのなんだ持ち運びの冷蔵庫みたいなの持ってたんですけど、クーラーバッグねに 1.1 キロの氷とかを入れて保冷剤代わりにして、その 1.1 キロの氷で溶けた水とかも飲みながら、まあ、その氷でハイボール作ったりとかしてたんですけど、それが
なんだろう、移動がなくなったおかげで部屋の中をずっと移動しながら何か、その例えば部屋作り、さっきみたく、じゃあこことここのに置いてたパーソン気になるなみたいなので入れ替えてみたりとか そのなんかずっとだから本当仕事と、まあ、プライベートとの垣根がないっていう、まあ、落合陽一さんがよく言われてる、なんかワークアズライフだっけ、そうなんかなんだっけ、起きてる時間は全て自分の時間っていうゾーンには入ってるんで、それがでもなんか良かったかな。旅暮らしから一回つなぎの家を経て、つなぎの家を経てからまた旅出て帰ってきて今の家に落ち着くっていう。なのでなんかそのつなぎの家がなかったらいきなりマジでテストプレイもなしに家作り GO になるんで、そう考えるとゼロから本当にスケルトンからできてってるっていうのが楽しいかな。だ実際に今までは本当、まあ機内持ち込みのスーツケースと、あとそのなんだろうね、リュック、まあさっきありましたけど、まあそのぐらいの本当にもう最小限のサイズにしてたのが、だん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 物が増えて快適になっていく。ただその物の管理も結構面倒くさくなってるなっていうのは正直感じます。実際ネブラっていうプロジェクターがありまして、プロジェクターを映すとめちゃめちゃ綺麗なんですよ。なんかね、めちゃめちゃ映画館っぽくなるんだけど、ねぶら君ね、動いてくれる時と動いてくれない時があって、なおかつなんかこの引っ越して1週間で初めて物なくしたって思ったら、ねぶらのリモコンがなくなったんだよ。どっか行った、小人がどっか持ってっちゃったんだろうけど、机作ったら多分また小人出してくれるかなみたいな。ただねぶら君ね、ちょいちょいなんか充電満杯にしてたはずなのに、そんなすぐ切れちゃうみたいな。1時間1時間半だから映画全部フルで見んのに、なんだっけ、見切れなかったのもあるもん、ネブラで。ミッションインポッシブルの新しいやつとかが見れなくて、だから最後まで終わってないんだよね。それとかはだからもうテレビ買い替えたら見ようかなみたいな。今65インチとかのテレビでサウンドバーみたいなのついても10万円しないんで超安と思って、僕がだって持ってた時代55インチで10万円ぐらいだったから、そう考えるとそのテレビ買うのなんていつぶりだろう。多分結婚した年ぐらいに買ってるはずだから、かその前かでしょ、だから5年ぐらいなのかな、多分5年もうちょいするわ。10年行くか行かないかぐらいぶりにテレビを買うと、なんか同じような値段でサウンドバーまでついて、なおかつなんだろう、インチまで上がってくるみたいな。10インチぐらい上がるとだいぶ違うよね。だからそうなんか今回の家のコンセプトが、そう昨日降ってきて、ふとあなんか夜まあなんか目覚めた時に降ってきたのが、あ、こたつの中だなと思って、そう、もともとフクロウのいる家っていうコンセプトで、なんかフクロウをちらほらいろんなとこに置いといたら、フクロウ好き来るかな、遊びに来るかなと思ったんだけど、それプラスでなんかその昨日降ってきたのが、降ってきたで、まあ、居心地いい空間を常に僕は作ろうとしてるんで どこにいてもね、それは。が今のその 1LDK のその今バーって動画見てきたサイズの今のこの家が今んとこ一番ベストかなみたいな。ホテルもそのなんて言うんだろうな、ホテル暮らしであれば段ボールとかも全部ね、まあ、一応最低限畳むんだけど、そんな量バカすか来ないし、まあ、なんならそのデカ物買わないからさ、こういうローテーブル、ローソファーか、ローソファーとか、今動画撮ってるこの台のちゃぶ台みたいなやつとか、あとさっきのソファーとかね、買わないし、マットレスも買わないからさ、全部あるじゃん。で、つなぎの家も全部あったし、マンスリーマンションだから、そうで、ホテル暮らしも旅館も全部あるじゃないですか。ってなると、住空間を作るのって意外と大変って、1週間でもまだできてないもんだって、僕、住空間。だから、ホテルに慣れきってたんだよね、すごい、ホテルとか旅館とかに。もう移動する生活だから、今家作りに全注いでるエネルギーをほぼ全て旅の方に、なんだろうな、注いでいたので、そう考えるとなんかちょっと面白いんですよね。だから本当なんか皆さんこれ見られてる方からしたらすごく普通のこと、家何言ってんのみたいな 家あるじゃん、家の中なんてもうそんな片したりとか、リフォームっていうのかな、場所変えたりしないよって思うんだろうけど。なんかその一個一個のものを変えることによって一個一個のもののありかが分かるようになって、でなおかつ、あ、ちょっとうちには合わないなみたいな。例えばプロジェクターであれば、プロジェクターが入る時って
結構電気真っ暗にしないとプロジェクター全然見えないんで、ってなると昼ほぼ使えないんですよ。ってなったら、微妙だなみたいな、テレビにしようみたいな。そうで、テレビつけながらでも、僕前の実家の時に、まあそのググって今回見たくうまくいきがてら行き出した時って、結局ひたすら作業するっていう、そのひたすら何かしてるって、ワークワークはない。だからその時は僕の実家なんで4畳半ぐらいのスペースだったんですよ。だから4畳半のスペースで大してやることないんで、まあ、テレビポンって置いて、でその前に作業用の、まあ、テーブルにノーパソを開いて、でテレビでアニメ見ながらずっと作業してたみたいなところからスタートして、で、まあ、その在庫置くためのカラーボックスがバン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 って増えてって、でそのうちそのなんか在庫が部屋の中でもうなんかその、とどまらなくなって、階段を侵食しだし、玄関まで行った時にうちの親が切れる、お父さんが切れるって、今いい加減にせえやみたいな。その時はその古本を、まあそのブックオフとかいろんなところで買ってアマゾンで販売してたんですけど、ちょっと似てるかなって。だから自分が快適にそのどんだけ仕事に集中できる空間を作るかで、その今ね、状況的にちょっと車の免許取って、じゃあ瀬取りに行くっていうのももうしたいとは思わないし、もう瀬取り自体はもう完全にコンサルもして、スクールもして、その後プロデュースもしてっていうふうに、もうなんか一連の全部瀬取りに関してというか、情報商材だったりとかネットビジネスっていうものに関してはほぼほぼやってきたので、まあそれの応用変化系みたいな感じですよね。だから空間づくりをしながら、その自分が思っているっていうとあれだけど、まあ DRM ってダイレクトレスポンスマーケティング、そういうもんなんで、自分が思い描いているものを形にするために、まあ、その売り上げを立てたりとか、まあね、その事業をやってる人じゃなければ自分の時間を差し出して、サラリーマンとして給料を得てるわけじゃないですか、まあ、賃金を得て、その賃金で1ヶ月間暮らすわけじゃないですか。ってなった時に、その僕の場合はどっちかというと売り上げを立てて、そこからまあその日頃の経費を全部払いで、利益が出るっていう状態が一番ベスト。というか、まあ、今まで生きてきて、まあ、それでずっと10年以上生きてるんで、まあ、今更なんかその時間を差し出して人のもとで働くっていうのももう考えられないですし、出社とか絶対無理なんでってなると、もうその寝て起きてのうんにゃんっていう、そのなんか1時間ぐらいあるその掃除片付けからのサプリ飲んだりのルーチンがあってからの、まあ、じゃあ動画撮ろうかとか、例えばじゃあ僕うちで言えばドッグタグ販売してるんで、ドッグタグじゃあその売れ出したら、そのバーって内入れして全部配送してみたいなってなった時に、まあそのほぼほぼこの今さっき動画でお見せしたエリアだけで全部が管轄するんで、しかも僕が思い描いてるように、もうすごくインペカっていうとちょっとランドマークの言葉になるのであれですけど、すごく徹底的に清潔になってて、なおかつ自分の気になるとこ全部掃除できてみたいな。そうだから掃除片付けで、まあ本当運気のベースを作って、でそこに対してプラスアルファでパワーストーンを置くことによって、より波動の高い場所にするみたいな。だから神社仏閣にどう近づけていくかっていうのはすごく考えながら、まあ、部屋作りをしておりますんで、神社仏閣ってね、すごく清浄な空間じゃないですか。すごく何て言うんだろう、その掃除も徹底されて、まあ、場所によるっちゃ場所によるとこはある。その徹底的に掃除とかされてなかったりとか、片付けが全部できてない場所もありますけど、基本的には正常な空間じゃないですか。ってなった時に、そこにずっと自分の身を置いてきたんで、2020年1月27日から、そのいろんな各神社仏閣にってなった時に、そのインスピレーションが一個一個出てるっていう、その自分の中で頭で思い描いてたことが、その表現をする、表現をしやすくなったっていうところはあるかなっていう。だもうちょい片付けたら、もうこれはこういうもんなんですっていうふうに説明できるもの以外は置いてないんで。そのだ僕の中で言うと、まあミニマリストでありシンプリストなんですよ。まあ多くの人、多分今のライフスタイルとか、まああるじゃないですか、アドレスホッパーとか、まあ、バックパッカーだった時もあるし、いろんなライフスタイルやってきた結果、まあその僕の場合はシンプリストっていう、その一人で暮らしてんのに、そんなソファー2個もいらんじゃん。なんならヨギボーを買おうとしてるから3つとかになるんだけど。でもその時その時で一番しっくりくるとこに座って、まあこういうふうに動画の撮影したりとか仕事したりとかってなってくると、まあなんか本当に家の中でほぼ完結できるなっていう状態には近づいてきてるので、まあ引き続きね、HSP ハイセンシティブパーソンって言われる人で、僕は繊細さんであったりとか、まあその
スピリチュアル的に言うとエンパスっていう体質らしいんですけど、そのまあエンパスっていう体質のとか、まあ、HSP、メンタリストの DAIGO さんとかがまあ説明されてますけど、あの動画が一番分かりやすいと思うんですけど、あの要は環境をどん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 アップデートすればするほど自分がどん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 どこまでも上がっていけるっていうのが、まあ、HSP だったりとかするらしいんですよ。それにちょっとスピリチュアル能力みたいなのが入るとエンパスっていう体質になるらしいんですけど、エンパスの人も HSP の人と繊細さの人も多分あんまり人混みに行きたくない人だと思うんですよ。苦手っていう、どっちかってよくお前それでずっといろんなとこ旅してたなって思われるけど、それはもう修行だったんで、僕のね千日解放業っていう、その千日解放導かれるように旅をしようって2020年の1月27日に旅に出た時に思い立ったんですよ。でそこは旅しながらいろいろとさせていただいて、まあ、その高級食パンのプロデュースしたりとか、まあ、してみたけどうまくいかなくて、で今すごい世話になってるお師匠さんと出会ったのも、そのお師匠さんと出会ってその人に指示し出したのもその時期ですし、2020年1月か。もともとはね、その2019年に台北台湾行ってる時に福岡戻ってて、そのまあご紹介いただいたんですけど、本当だから福岡で得た縁をご縁を、もう台湾行ってクアラルンプール行っても、でも福岡帰ってきたりとかしてて、でだん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 福岡に根付いていくというか、まあ福岡にいることも増えて、福岡すごいいいなと思って、でまあそのだから2018年に1回1年発起で福岡に移住してきたんですけど、それからまあ約5年を経てまさか家買うとはって、しかもより良いところにね、より前で言えば無理して買ったというか、前の家は借りてたんで無理して借りた、あの一年発起してきたから本当すげえ頑張ってたし、いろいろその自分のすげえ頑張ってたって気づく時もあるんですけど、その前にね僕ちょっとあの車の事故で大破させてたりとかして、生き直しだねって言われた時期とかもあって、その後にまあ福岡に、まあ、無傷だったんで、まあ、その移住2018年か、そうだ2018年の10月17日になんで移住してきたって覚えてるって言ったら、法医学っていうのを教えてもらったことがあるんですよ。で法医学でその距離が長くて、なおかつ最大吉報の日に最大吉報の場所に行くっていうので、僕は福岡がその時は最大吉報だったんですよ。でその前にもともと東京でそういう法医学の件に関してはその試してたんですね。一回このタイミングで引っ越したら、あの君はもう一食一泊でないよみたいな、でもう一人の、まあ、うちの元嫁に関しては一緒に行ったんですけど、に関しては子供ができるよって言われて、でその後子供ができてみたいな、で子供ができ離婚し、一年発起で福岡に移住し、でその次の年よくだ約半年ぐらい住んで台湾台北に行き、台北行ってても福岡戻ったり、もちろん三峯神社に40ヶ月連続で、1ヶ月間はねちょっと閉山してしまったんで、あのコロナの影響で、それ以外はもう月はもう毎月行かせていただいたんですけど、それこそ福岡に移住してきて、台湾に行ってもクアラルンプール行っても毎月行かせていただいて、本当なんかコツ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 人生が変わった結果、まあ、なんかまさかのってまさかのなんか本当福岡に家を買うっていうところが、なんかねいろんな本当伏線が回収されて今があるんで、まあ、実際ねバンコクに関して、バンコクにちょっと前住んでましたけど、それも抵抗感なく行けたのが、もともと台湾での海外移住の生活と、バンコクタイに関してはもともと20年前ぐらいに友達がその向こうの ABAC っていう大学行ってたんで、その旅行がてら遊び行ったわけですよ。でその友達ん家に住ませていただいて、何日間かタイで生活したっていう昔のもう経験があるんですね。で途中、まあ、セブ島に会社建てるために、まあ、名義貸しっていうとあれですけど、本当にまあ社長になってもらう人を口説きにバンコクに何回も足しげく通ったこともあるし、なんでそのバンコクに関しては勝手知ったる場所みたいな。でそこでプーケットもまあ初めて来た時の旅で行ったんですけど、そのプーケット行ったことも、今のパートナーがもともとプーケットでその時代になんかお店やってたみたいなのもあって、あシンクロだなとか思いながら、なんか本当なんか今までの行動しまくった経験と、あとはその、まあ、日々積み重ねてる徳なのか何なのか分かんないですけど、運のおかげで、まあ、今までずっとこういう風に生きてきて、気づけば家を買い、気づけばまあね次テレビがでかいのバンってくるんで、なんか分かりやすいじゃないですか。そのあなんかこの人めちゃくちゃ楽しく生きてるな、でなおかつ身の回りのもんガンガン変わってってるなってなると、やっぱりなんかそのそういうのを見せれるのが多分 YouTube の
魅力だと思うので、まあ、そういうね、私めの成長っていうとなんですけど、今までは本当精神探求というか、自分の内観とか、その本当なんかもう徹底的にずっと瞑想、こういうふうに瞑想してたようなもう生活だったんで、こういうふうにその社会に向き合うこともほぼなかったですし、でも今回そのドッグタグっていうのを、まあ、そのきっかけにこういうふうに社会に向き合うことも増えてきたので、実際まあ移住してきて、そのアマゾンで販売するために、今ちょっとコンサルティング会社の方の方と打ち合わせに行ったりとかですね、あとはまあそのもちろん生活、なるべく家を出ないでいいために、今ちょっと買い出し行ってきたりとかっていうふうに、まあ、生活もだいぶシンプルになってきて、まとまって収束してきたんで、まあいい感じにね、引き続き今後もなんか面白い映像を届けれるんじゃないかと思いますんで、ぜひとも まあ、僕に興味がある方はって言うとあれだけど、運とか徳とかエネルギーとか波動とか見えないものに興味がある方は、多分見てもらってたら多分楽しいと思うし、実際それが三次元的に起きてくるのを表現できるんで。であとはね、パワーストーンとか、まあ、うちでもドッグタグであったりとか、その企画販売っていう形で、いろいろとね、その試行錯誤しながら新しい作品を生み出すために、まあ、こんなクリエイターズルームを作ってるんで、まあ、なんかね、こういう商品作りたいなというのがあれば、全然インスタの方の DM からいただけると嬉しいですし、またね、ドッグタグに関してはちょっとどういう風な販売経路にしようかな。とりあえず今、ストアーズっていうところに作ったんですけど、まあ、そのトラフィックがほぼゼロに近いので、じゃあ試しにちょっと、じゃあメルカリでも出してみるかなみたいな。メルカリ出すためには、なんかメルカリ、なぜか僕の今のこの今撮影してる携帯の番号だと登録できないんで、残念っていうのは、もう結構この携帯のこの番号で、まあ、だいぶやらかした。やらかしたっていうと言い方悪いけど、なんで、まあ、心機一転、番号変えようかなとか、あ、もう疲れたよっていう LED のライト30分持たないんだね、この子ね。マジか。っていうところで、まあいろんなことを本当コツ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 、だからその携帯作るためにはマイナンバーが必要とかも、この前なんかそのヨドバシカメラ行って、冷蔵庫と洗濯機買う時に、そのソフトバンクの人が担当だったんで、ソフトバンクの営業をしてくるわけですよ。で、まあ、すげえ面倒くせえなって、出雲行く前だったんですけど、出雲大社行く前に。でもまあ、とりあえず聞いてみるかと思って聞いてみて、の結果、今はもうマイナンバーか、もしくは車の運転免許がないと、みたいな。船舶も免許ないダメなんだ、みたいな。あと保険証だけじゃダメなんだ、とかっていう、本当日々一個一個の気づきがあったりとかするんで、里に降りてくると。なので、なんか、里に降りた坊主がどういう生活をしてるのかって興味がある方は、多分見ていただけると面白いんじゃないかなと。たまにね、めんどくさくなってひげが伸び出したりとか、髪伸び出したりとかするんですけども、髪の毛は0.8ぐらいで刈り落とすのがもうなんかすっきりでいいやと思いながら、刺さるからね、長く、ちょっと長くなる。ひげに関してもやっぱ清潔感は大事ですねっていうところで、はい、いろいろと私めのそのなんだろう、修行の成果というのを表現していく場でもあったりとかもしますんで、まあ興味ある方は見てみてください。実際ね、名前がね、裁判所行って道雲っていう名前に変わったりとか、まあ、その流れなのか、その家を得た、家というかお堂というか、まあ、店舗というか事務所というか、まあ本当ね、全然こっちの今バーって移したベッドの方のスペースはプライベートエリアでも貼ったんですけど、あとバスルームは貼ってあるんで、あとトイレも貼ってあるんで、この部屋は、まあ、プライベートエリア以外は基本的にはなんか、まあ皆さん来て楽しんでいただいていいんじゃないかなと思ってるエリアではあるので、まあその遊びに行きたいなって思う方は、ぜひインスタの方の DM いただければと思います。まあ実際ね、うちのドッグタグとかも、まあ目で見て触って魅力に触れていただかないと、なかなかそのお手元に取っていただけない商品かもしれないですし、まあなんかできることに関してはいろいろとね、そのウェブに関してはメルカリ使ってみたい、その後にアマゾン出してみたいとかっていうのも試していきますし、あとまたね、リアルに関してはこういうふうにちょっと、まあなんとなく集まりやすいなって思う空間を作ったりとかもしてきますんで、まあ、ぜひ興味ある方はインスタなり、まあ、YouTube なりでフォローしていただいて見ていただければと思います。ということで、今回ね、最後まで見ていただき長々となってしまいましたが、ありがとうございました。アドレスホッパー、アドレスホッパーであり、まあ、修行僧だね、修行僧ですね。はい、修行僧が里に出て、アドレス、今、昔の言葉で言えば、修行僧が里に出て、お寺を持とうとすると、こういうことになるんだなって思うし、そのアドレスホッパーっていう、そのいろんなところをずっと行きまくる、その一箇所に、定住しない生活者が、
家を買うとどうなるんだっていう、まあ、今的な発想でもあるんで、そんなやつがね、どういうふうな生活を築いていくのかを、まあなんかその、まあまあ、ライブで配信する、はい、チャンネルでもあったり、ライブではないけどね、僕がなんか撮りたいとき撮ってるんで、まあそんなチャンネルでもあったりとかするんで、まあなんか楽しそうだなって思う方は、ぜひフォローしてみてください。はい、よろしくお願いします。まあ本当ね、いろいろと今までいろんなとこ行ってきましたんで、その写真とかもちょっと整理しなきゃなって思うし、そういうのをね、プロジェクターで流したかったんですけど、ちょっとね、夜じゃないとっていうか、あと期間限定すぎて、あんま使えねえなと思って、だったらテレビの方がいいやって、でも結局テレビになるんです。だってもう定住、その次の家の移動先はまだ全然見込みがないんで、しかも今のこの家にあるもの持ってきかないから、ってあった時に、何て言うんだろう、あ、まあその今まででは絶対ないチョイスだから、ハーゲンダッツを買うとか、なんかいっぱいレパートリーがあったから、チーズとりあえず全部買ってみようみたいな、なんかそのこのピッて裂けるチーズが4種類ぐらいあって、コンソメ見たことないので、コンソメとあとなんかみたいな、そういうのもね、だって今までの旅であれば興味あるやつしか買えなかったのが、まあとりあえずババババって買えるし、そういうところはなんか今までとすごい大きな生活の変化じゃないかな。その今までホテルだったりとかね、まあ、その旅先でもそのなるべく環境がいいように、部屋とかでもホテルの部屋とかも落ち着かないじゃないですか、物とかいっぱいあったりとかすると、そういうの全部片付けてシンプルにしてスタートしてたんで、まあ、それがもうちょいでやっと出来上がるかなって、セットアップっていうんですけど、っていう感じでございます。ということで、まあ、長くなってしまいましたが、ぜひフォローしてください。あとグッドボタンで応援してください。段ボールばっか潰してて 手切っちゃったからね、マジで。どんだけ段ボール潰すんだよ俺と思って、今日も一応段ボール潰す日ではあるんだけど、まあ、いろいろ届く予定ではあるんで、っていうところでね、いろんなもの届くのを待ちながらまたご紹介していきますんで、今後ともよろしくお願いします。じゃあねー。